ジョニー・アリディはフランス・パリ出身の歌手、俳優。本名はジーン・フィリペスメ。ベルギー人の父親とフランス人の母親を持つと言われる。幼少からおばに育てられる。1960年17歳でデビュー。60年代は主にエルビス・プレスリー等のアメリカンロックのカバー曲を歌う。以来フランスナンバーワンロックシンガーで、フランスでは 圧倒的人気の国民的人気歌手、講師の出来事は国民的関心事で現在もニュース番組で放映される。初期の代表曲は1969年のケジュテーム。日本公演は1970年代に一度ある。1978年6月に第7回東京音楽祭で審査員も務めた。ビブラートの効いたパワフルなボーカルが特徴的で、 スタジアムライブで世代を超えて大観衆を魅了し続ける。しかし、フランス語圏外での活躍、評価に恵まれず、日本での成功もないが、日本でも大成功を収めているシルビー・バルタンの前句として知られる。1965年4月に人気絶頂20歳のシルビー・バルタンと21歳で結婚、翌年1966年8月に、 一人息子で現在シンガーソングライターのダビド・アリディが誕生。しかしトップスター同士の15年間の比較的長い結婚期間は公私ともに日々マスコミにさらされて常に報道記事の対象であった。1966年9月にジョニーが自殺未遂。1973年に二人が初デュエットしたジェウン・プロブレムはフランスで大ヒットし第1位にランクされ、 夏に二人で2ヶ月間ヨーロッパツアー。1978年夏にアルバムソリテュードからシングル LM ブリーが大ヒット。1980年11月に離婚後もフランス国民にとりシルビーとジョニーは切り離せぬ永遠の伝説的スターカップルである。激しい歌い方とその風貌を、当初からのプレイボーイぶり、新進音楽家たちの憧れの対象でもあり。 アーティストとしての才能などが入り混じり、フランス語圏のリスナーを魅了している。1970年代は、複数のパレでスポーツ公演、その後は、ゼニットや、ベルシーアリーナなどで公演している。80年代半ばから、ミシェル・ベルジェや、ジャン・ジャック・ゴールド・マウらの人気シンガー・ソングライターと、コラボレーション。現在も、新譜発売するたびにレコードセールスナンバーワンに、踊り出ている。 1999年には、一人息子で、シンガーソングライターのダビド・アリディが全曲手掛けた、アルバムサング・ポア・サング、ヒットチャートのトップを1ヶ月以上も走って、話題となった。2010年1月のフランステレビジョンのニュースによると、レコードセールスや、ツアーなどで2009年度フランスセールス番付第1位。しかし、2009年5月から始まった66歳を、 祝う66回国内外公演ツアーでは、コンサートはこれで最後にすると公言。約半世紀の間歌い続け常に大規模な、スペクタクルとツアーの連続で家族と過ごす暇もない、生活に少々疲れ気味であると告白。映画は続けるとのこと。ところが、2010年8月に雑誌等のインタビューで、常日の歌手引退宣言は撤回。 9月第1週テレビ f ニア8時のニュースは2012年にメガコンサートで復帰する予定と放映した。2009年末から体調不良や手術等で例の66回国内外公演ツアーは途中キャンセルに追い込まれたがその後は心身ともに回復したことからロック魂が蘇ったという。2011年春に新婦ジャメスールを発売。 これまで通りの高いセールスに至らなかったものの2週間トップを走る。また俳優業では秋に演劇主演がある。1993年6月は50歳を、岩井パリ市パルクでプランススタジアムでメガコンサートを開催し3日間で18万人を動員。ステージにニューヨークのブルックリン橋を再現するための膨大な機材の輸送過程までニュース番組で流れた。 全フランスの最大の関心事は、ジャン・フランコ・フェレのシンクのベルベットドレスで登場する、シルビー・バルタンを最高のセッティングでゲストに迎えたその歴史的シーンであり、本公演はテレビで生放送され、またその名場面は週刊誌パリマッチにクローズアップで掲載された。2009年には66歳のメモリアルコンサートをスタート、エッフェル塔前に夜空に上がる花火と共に花々しく、 フリーコンサートを開催、続いてスタッド・ド・フランスにて、メガショーを開催。ジョニーはこの後2009年9月のシルビー・バルタンのパリ・オランピア劇場公演の第2部に連日ゲスト、出演している。どこを見ても、ジョニー一式のパリであった。1965年4月、21歳の時に、同じく人気絶頂20歳の歌手シルビー・バルタンと、 結婚するが1980年11月に離婚。その後、4度の結婚歴と多くの同性生活歴がある。当初から無数の女性変歴でフランスを代表する週刊誌パリマッチ氏の表紙を講師の話題で飾るがその国民的人気ロックンローラーの座は揺るぎない。 1996年にレティシアという21歳の若き女性と5度目の結婚をしてからは2004年と2008年にベトナムから養子を迎えた安定した家族生活を送る。フランス、スイス、アメリカ西海岸等に住居や別荘を持つ。シルビー・バルタンとはいつも身内同様で現在は家族同士の付き合い。実の子供は二人で、 シルビー・バルタンとの一人息子シンガー・ソングライターのダビド・アルディと1982から1986年に同棲した女優のナタリー・バイトの一人娘で女優のローラスメ。ダビドは2010年3月に全曲を自身で作曲、演奏まで行ったシンプーン・ヌーボー・モンドの中でローラと一曲デュエットしている。2009年に大腸がんと診断され手術。 2017年12月5日フランス時間22時10分に肺がんのため死去した74歳没。葬儀は壮大なものとなり国葬レベルの警備が敷かれ彼を忍ぶ数十万にも及ぶファンに見守られた。ありがとうございます。